まあ、もうある程度省略しますけども、さっきのグラフの重みの通りに書けば、あ、いいんですが、まあ、対角要素をどう書くかっていうのは微妙なんですけども、実は今は対角要素は0、自分から自分のポストは0である。まあ計算には参加しないでいいんですけども、この方は後で実は微妙に楽なので、つながってないところは NC っていう値が入ります。で NC の値を何本にするかっていうのはまあ微妙なところなんですけども、これは正確に言えば最小経路のコストより大きい値であることが要求されますが、まあ今はそんなに難しいこと考えなくても、例えば999とかですね、実装上は適当に持っとけば、まあ実際上困ることはないです。で、でそれからコスト関数が言いますから、コストと Chrome と、これはまあさっき出てきたやつですね。あと集合セット U、集合っていうのは C が書けないので、行列の要素を全部引き離します。でそれから、まあ、ラム要は集合 U の要素数。
まあ買ってますね。まあメイン関数の方がいいですね。まあちょっと、まあ、時間の関係があるのでメイン関数の方がいいです。メイン関数の方も単純に、その関数をどこからスタートするかですから。これがまあその実際の関数ファインドショーテストパス0番から探してくださいというんで、あとはだからこれをディープ構成で書かなくちゃいけないんですが、まあでも書けるだけ書いていこうか。言えないと来週が違いますから、これが S になるわけですね。さっき話していくと、まあ、いろいろ途中の変数がいるので、今回は。で、まあ最短とかそういうのを一時的に表す必要があるので、言うんですが、まず最初に、セットの配列の使い方がちょっとトリッキーなので、それが、なかなかまぶつくんですけども、まぶつくかもしれないんですけども、